はい、えー、それではかなり周回遅れになっていますけど、えー、ネイベルホルンハイ、ドイツで行われている、えー、試合の男子のショートプログラムをね今アーカイブ見ていきましたもう全選手見てきましたよはい、感想を述べていきたいと思いますまあ、今日は6分間練習も含めて、えー、ちゃんと見てきましたねうん、まあ今回全体の感想としてはすごいスケールが大きいそういったね、えー、滑りを する選手は非常に多かったかなと思います。うん。では滑った順番に感想の話をしていくのでまずです、ね。1番最初に滑った選手ウクライナの選手でアンドリーコクラうんっていう選手があります。で、彼は点数が53.59でまあ、かなり順位が低いとは思うんですけど、ただ選曲非常に良かったですね。うん、面白い選曲。まあ、ジャンプのミスとかはありましたけど。 4回転ジャンプもチャレンジしていたと思います。うん。はい。えそしてえ、2人目気になった選手が、えアメリカのえリアム・カピーキス君。うん、うん。彼はね、昨シーズンはね、えー、の、えー、ショートで、えー、ちょっと、あ、すごいなって思った選手で、あのー、まあ、この選手、名前を知ってるんですよ。だから、あ、今回、どんな演技見せてくれるのかなと思ったら、あの、ゾロの曲でやってましたね。うん。 昨、うんまあ、シーズンの方が僕は印象に残ってますね。やはりこのゾロの曲は他の人も結構使っている人が多いので、ちょっとそ,のそこがちょっと、デ、うんえー、ジャンプはですね4回転サルコーが、えー、点灯と、そしてトリプルアクセルもダメでした。トリプルルッツ、トリプルトーループは決まったんですよね、うん。67点台だったと思います。はい、そして 今期このショートプログラムで,です、ね、かなり印象に残った一人の選手になるんですがあの、この選手、クロアチアのヤリ・ケスラー選手、うん。素晴らしかった。本当に良かった。うん、あの得点は72.97ポイントなんですけど、あのジャンプもです、ね、4回転とかトリプルアクセルないんですよ。でも、それでも72点持ってきて上位に食い込んでいます。 はい。で、この選手はもう滑りがね、非常に素晴らしかったです。うん。まあ、透き通るような振り付け、繊細な振り付け、あの、音楽にもすごい合っている、まあ、こういうふうに滑れたら素敵だなぁと思ってしまう、憧れにもなるような、えー、そういった演技でしたね。あの、選手、他の選手のことを一つ言っちゃうと、ちょっとイタリアのグラッセッ君みたいな、なんだ しイタリアのグラスッセル君みたいなあの滑りに少し似てますね、ちょっと雰囲気的な感じも、ただ、そのグラスッセル君はもうちょっとこうスケーティングを滑らかにした感じかなという部分がありましたね、もうあの一度もね演技中に目を離した部分ってなかったんで、このクロアチアのヤリ・ケスラーっていう選手、非常に良かったですよ。 うん、他の選手はトリプルアクセルとかね、挑戦して、難しいジャンプ挑戦しても70点超えなかった人も結構多かったんですけど、この選手はそれでも72.97ポイント持ってきてます、はい。やはりね、高いエッジバーク能力、一つ一つの丁寧な動き、いやーもうね、えー、素晴らしい。間違いなくこの大会印象に残った。 あの僕の中では新人発掘の選手になったと思います。はい。なかなかね、えっと、注目はされてないとは思うんですけど、僕はちょっと注目しました。うん。はい。そして、えー、スペインの、えー、トマス・サバテっていう選手なんですね。で、この選手は、まあ、トリプルアクセルとか持ってきてるんですが、あの、やはり先ほどのクロアチア選手よりも、 点点数が低い71点なんですねあの動きはね、まあ、コミカルの動きは多かったかなと思うんですが、まあ、ちょっとその滑りのところが、やっぱりこう評価されにくかったのかなというところはあるかと思いますよね。まあ、トリプルアクセルも決まってまして、6分間練習ではトリプルアクセル最後ミスをしてましたけど、本番では決まってきて、そこからね、滑りに乗った感じがありましたね。うん。まあ、得点というよりも、えー、彼自身が最後終わった後にかなりね、いい、 え、表情をしていて、ガッツポーズとかもしていたんで、まあ、そこは非常に満足いったんじゃないかな、と思いますね。で、このトマス・サバタ選手は、サバテ選手は、まあ、何のともあれ、えー、スペインのハビエル・フェルナンデスにね、似てますね、雰囲気が。うん。衣装の感じとか髪型もそっくりです。うん。だから、フェルナンデスのこと、憧れてるのかな、っていうのを感じさせる、え、選手ですね。はい。この選手は前から知ってますけどね。うん。次、えー、韓国のヤングチャ。 ヨンチャン選手うーん今回ね、ちょっとミスっちゃいましたねあの。ジュニアグランプリの時は非常に良、ね、かったんですよね、ショートプログラム。うん、ただ、今回はね、もう最初、出だしから元気がなかったです。うん なんかこう、自信がないのかなっていうような、まあ、シリアに入ってからちょっと緊張感とかね、あるのかなっていうような、そういった表情が多かったです。だからまあ、最初のトリプルルッツ、トリプルトウのコンビネーションでしょうかね、予定していたかと思うんですが、そこが単独になってしまった、ちょっと詰まっちゃった。だから、急ュトリプルトウね、フリップジャンプにトリプルトウつけたんですけど、まあ、そこを転倒しています。で、えっと、全体的に、まあ、彼は非常にいい滑りをする選手だと思うんですけど、ちょっと今回はね、うん、終始元気がなかったかなと。 スピンも力強さがいつもよりないし、えー、全体的にスピードがなくなってしてまったので、あの、ちょっと、えー、まあ、緊張感とかあったのかなという感じが、えー、ありましたんで、得点も53点ですよね。非常に、えー、まあ、彼としては残念かなというふうに思います。うん、次、えー、ドイツのニキータ・サンゴスティンという選手ですねいや。彼はね、僕ね、知ってますね。うん、多分どっかで見たことあります。あの、 メケ、えっと、ルンのリンクに来たことあるかもしれませんね。多分ヘンドリックスと一緒に滑ってたと思います。で、なんか結構、うん、仲いい感じでしたね。うん、ヘンドリックスと。だから、うん、そうそうそう。そ,うそんな感じで。はい。曲はね、えっと、ウエストサイド物語を滑ってましたね。で、あの、ウエストサイド物語の、なんだっけな、えっと、その、あれですね。うん、あの、ボーカル付きの曲で、マリア、マリアって言ってましたね。うん。なんかすごい、こう、その、なんて言うんでしょうかね。 えまあ主人公にこうなって滑っていたのかなという感じがえとてもしましたねなんかすてきな感じで何、あのー、て言うんでしょうかね花があるステータだなというふうには感じますね、うん、でもあのヨリック・ヘンドリックスの現役時代の良さっていうのを受け継いでいるかのようなそういうねスケートだったと思いますのでやはり憧れてるのかなっていう感じがありますね、うん ただ今回はね、うんまあ、トリプルアクセルはまず転倒しちゃった。でトリプルトリプルトーは手を上げてたのかなと思うんですが、まあ、トリプルトーがちょっとやっぱり回転不足になってしまっていると思います。でトリプルフリップは良かったんですよね。両手も上げたりして良かったんですよね。うんまあ、この選手も今、そのヘンドリックス選手に先生に教わったりして、であの妹の、ねえーやっぱえー、とルナ・ヘンドリックスも、うん、やっぱジャンプの飛び方はやっぱ似てますよね。 うん、ちょっとなんかそういった意味では、うん、ちょっと親近感があるというかね、そういった感じがありましたけど、うん、ただ点は61.91したんで、えーまあ、最後はね、ちょっと、あの、キさアのくらいでは、うん、満足いってなかったなっていう感じには、えー、見えましたね。はい。次、いやまあ明らかに、あの、今大会、今、今、ショートプログラムの、今回のショートの、まあ、一押しの一人になってくるんですが、えー、ウクライナの、 えー、イヴァン・シュビラッコ、うん、カわレよかったですね、うん、なんか昨シーズンね、あのー、やっぱり、えー、ユヌビダムーでねえ、ちょっと待って、ユヌビダムーであのすごいこうね、感銘して、僕は。 トゥ、うん、ー,ールルールルルルルルっていうね、曲、ちょっと悲しくなっちゃうんですね。の曲で、まあ、感銘を受けてで、今シーズンちょっとその渋い感じがある、まあ、若くてもでも渋い感じがある、なん,かなんて言うんだろう、滑りにこうなんか渋みがあるんですね、このシビラッコっていう選手ね。で、その渋みっていうのがまたこういい曲に、ね、合わせてこう、ちょっと、まあ いい意味でじじくさいというか、おっさん臭さをこを見せてくれる、ね。ちょっとこう、悩みの、なんか一人酒を、一人で酒を飲んでるみたいな、そんな、こう、じじくさをこう感じる、しびみをあんですねで。そういった演技を、このしびらっ子っていう選手はしてくれてる。で、えー、っと、今回も、その曲がちょっとっ暗い感じがあった。で、多分この曲はですね、まあ、今回のその、んなんだ、待って、急に曲が流れてびっくりしました。そう。 本人の,そのまあ辛さというかね、まあ、母,国のその母国を思って滑っているのかなという感じがしましたねであの出だしもですねジャッジの方を向か心と後ろから後ろでこう向いてこうこう手をこう下にやってこう上を向いてなんか振り付けがすごくこうなんていうんでしょうか、ねうん、こう最初からこうなんか鳥の鳴き声からスタートするんですねでそれがまたこうちょっとこう感銘を受ける。うん、なんか すごい平和を願うというか、今の苦しみとか、今の,その情景というか、そういったものをこう、えー、まあ表しているのかなっていう感じがね、えー、とても伝わってきたんでうん、やっぱりちょっとそういったところがですね、うん今、すごくエモーションでるというところがありましたね。うん、で最後も一番最後もやっぱり演技終わった後、すぐ下を向いて、ちょっとこう涙ぐんでいたかのように見,見えましたんで、まあ、かなりやっぱり、かなりも疲れていましたけどあの、なんていうのかな、うん。相当その まあ限られた練習時間とか、まあ、練習とかしにくいと思うんですけど、まあ、その中で、ですねやっぱりあのみんな戦争で辛い中にです、ね、自分だけがこうスケートをしていいのかみたいなそういった葛藤とかも、ね、あったのかなというふうに演技を見てて思いましたね、うん、だからそう,いったそ,のそういった演技からです、ね、ドラマチック性というのをこうとても思う感じられたんで、うん、やっぱりかなり印象が残りましたね。うん あの今回もねトリプルアクセル非常に綺麗にいってまいりました、ジャンプに関して。うん、ジャンプも良かったし、ただ最後の、まあ、トリプルフリップ良かったんですけどもね、ねだ最後のトリプルルッツ、トリプルトウの予定が、まあ、2つ目がダブルトウになっちゃったんですね、これが詰まって、点、え、々、ーまあ、されていたと思います。はい、これがまあトリプルトリプルを飛べる選手だと思いますので、まあ、昨シーズンも多分単独の,あのコンビネーションのところでミスったと思うんですよね。単独のチャンスか だから、ちょっとそこら辺が、まあ、あの、ね、せっかくトリプルアクセル、トリプルフリップ決めてるので、もったいなかったかなっていう感じはありますけどね。うん。ただ、スピンも本当に花丸で、もう素晴らしいですね。もうスピンのその工夫とかね、うん、まあ、あの柔軟性を、柔軟性を持ったスピン、独特な形だったりとか、それいもすごくやっぱあのいいか、素敵な感じがやっぱあったんで、このね、ウクライナのイヴァンシビラッコっていう選手、僕すごく好きですね。うん。とても印象に残りましたね。 はい。まあ、フリースケッティングでどういう演技を見せてくるのか。もう早速フリー始まってきますけどね。うん。えー、引き続きちょっと注目していきたいなと思っています。いや、メッセージがこう、込められたプログラムだったと思うんで、ちょっとね、見てるこっちがこう、なんか泣きそうなね。そういう演技です。はい。うん。次。 えー、次の選手もね、ちょっと今回の一押しになってきます。はいえーとまあ、かなりの一押しなんですが、まあ、韓国の、えー、シヘン・チェング・リーっていう選手ね。いやー、やられましたね。すごかった。うーん。いやまずね、身長高いんですよね。手が高,背が高くてで。ちょっとこう、あのね、すごいんですよね。彼は本当にね。うん あの、ジャンプも軽々で、で、今回もほんと作前も、ね、特にもね、前、初めて見たわけじゃないので、新人発掘ではないんですけども、でも前もね、すごく印象残ったんですよ。で、彼、今回も非常に良かったですね。で、まずね、最初の4回転トーループなんですが、まあ、手を上げて、両手を上げて4回転トウやってました。で、彼は4回転トウも、トリプルアクセルも、トリプルルス、トリプルトルも全部手を上げてるんですね。だから手を上げた方がやりやすいのかもしれませんね。わかりませんかね。でもそのジャンプが、もう軽々。 うん、もう一瞬ねトリプルトーカーと思いました僕ねうんだからそれくらい非常にコンパクトですごいこう軽々飛んでましたんであなんかすっげえなってなんかっあっけなく決めてるなってなんかねうんちょっとなんなんかすげえなんか軽々決めすぎでしょって、ね、ちょっと<笑><笑>思っちゃいました、ね、なそそ簡単に決めるのみたいなち、ね、ょっと、ね、思っちゃうん、ね、簡単に決めすぎでしょってねちょっと思ってしまったんでそれくらいね軽々でしたね であのスピンとかも非常に良かったと思いますね。曲は、まあ、よく聴いた曲なんですけど、うんまあ、ぶっちゃけやばすぎだなと思う演ンだったかなと思いますね。うんまあ、その身長の高さなんかもやっぱりあって、芽生えがする選手かなという感じはありますよね。やっぱうん、ただ、背が高いので、まあその、もうちょっと体の大きさがもっと際立つような、もっと、ね、そういった感じだったりしてみると、もっといいのかなという感じはちょっとしてますけどね。うん、いや,やられましたね、86.78 86. ポイント持ってきてますからね。 うん、まあだから、あのー、まあ、優勝も目指していけると思いますので、今日のフリースケーティングね、うん、楽しみですね。はい。次、えー、こちらも一押しになってきます。はい。えー、カナダの、えルパン・サドフスキー選手、よかったですね。 いやー彼は昨シーズン、まあ、あのね一昨年かなくらいから、ね、あの見始めていますけど、やっぱジャンプがなかなか安定しないんですよね。うん、あのカナディアンスケーターは結構そんな感じでスケールとかスケーティングは素晴らしいんですけど、ジャンプが、ね、結構安定しないという特徴があるんですよ。でこのロマンス・ドフスッキ君も、やっぱこうなかなかジャンプが決まってくればなという一面が大きかったですね。うん、でも今回は、ね、もうショートプログラム3つともジャンプを揃いました。 うん、しかも最初の4回転車力はもうすごかったですね。トリプルアクセルも良かったし、ただ最後のトリプルルッツ、トリプル,ルートはちょっと危なかったかなっていう感じはしたんですけど、でも良かったなと思いますね。ここまでえっと揃えてくれば、うん、彼としてはいいんじゃないかというところはありますよね。であとスピンも本当に良かった。あのね、あのスピンの軸というか、まあ、シットスピンの形であったりとか、すべてのスピンがもう本当に良かったですね。工夫もあったし。 スピン中のエッジワークも素晴らしかったし、本当、もうスケールは大きい。で、あのさっきのチェーン・グン・リー、韓国のチェーン・リング・リーはちょっと背が高いだけであって、それを生かしたらいい感じはすごいですちょっとね、だけどこのロマンス・スのフスィ君は、その背の高さをすごくこうね、あのもっと高いんじゃないかっていうね、その身長ももっと高いんじゃないかっていうぐらい、その自分の身長の高さっていうところをさらに生かしている気が僕はしたんですよね。だからうん 非常にスケールが大きい。もう氷全体をもう全部使いまくってるみたいな。うん。もう本当、まあ、すべての,あの氷の目を滑り切ったんじゃないかっていうぐらい、それくらいスケールが大きかったなっていう感じがしますね。まあ本当、ジャンとも豪快ですし、だから本当良かったなと思います。うん。 あのそうですね、だから昨シーズンよりももう一歩進化したんじゃないかなと思いますし、ステップシークエンスなんかもね、ちょっとアクロバッティックな動きを入れながらも、エッジワークも素晴らしいっていう感じなんで、まあ、基礎はしっかりしつつ、あの難しいことをこなしているっていう感じがあるんで、見応えありましたね、うん、はい、まあ、やられた感じです。で得点は89.57ポイントなんですね、うん、だからまあ、今回トップということになりましたね、うん。うん 90一瞬、僕は90点超えてもいいかなと思ってしまったぐらいなんで、だからまあ、そういった意味では本当ね、ただトリプルルットリプルとはもっと流れてれば90点超えたかもしれませんね、うん、楽しい意味でございます。はい、そして次、えーと、キーガン・ミッシング、カナダの選手ですね、まあ、彼はなかなかジャンプが決まりませんね、うーん。 なんていうのかなこの彼も、キリカン・ミーシング選手は、まあ、スケートが好きなんでしょうね。もう本当に好きっていうのがもう満ち溢れて、だからもう楽しくて楽しくてしょうがないんだけど、ちょっとこう、彼のスケーティングは素晴らしいとは思うんですが、ちょっとこう、肝心なところが雑になってしまう傾向がありますね。なんか、いや、そこすごい、ここまですごいいいスケーティングしたのになんでそこなのみたいな。うん。ジャンプとかも、ちょっとこう、雑になってしまったりするんですよね。なんか決まったかのように見えるジャンプも、トリプルルース、ダブルトーでも、ちょっとこう、エッジワークのはちょっと、あの、悪い。 っってしまったりすするんですよねだからそこまでは非常にいいエッジワークだったんだけどあのジャンプとかスピンになった瞬間に。 あの抜けてしまうというかね、ちょっとあそういった部分があるので、あの肝心なところが雑用になっちゃうという傾向がね、やっぱあると思うんですよ。今回のこの,このショートも、まあ、そういった部分があったかなという感じでって、トリプルアクセルは非常に良かったんですが、不回点とは転倒してましたし、あのトリプルルッツ、トリプルトーの予定が、トリプルルッツ,ツ、ダブルトーになっちゃいましたね。うん、あのその後との、まあ、フリーレッグの使い方も雑用になっていた感じがあったんで、まあ、そういったところがちょっとね、もったいないかなという感じがしますね。うん あの、そういったところが、まあ、もっと、こう、こう、ね、感じな部分が、やっぱり、感じな部分を、こう、技術的に感じな部分を、ちょっとこう、やっぱ抜けてしまうところがあるので、そこが、まあ、雑になっちゃうところが、まあ、今回もあったかなっていう感じがするんで、まあ、それは、まあ、残念かなっていう感じはしますね。はい。そんな感じです。うん。そして、え次、日本の友野和樹くん、話していくんです。うわー、残念でしたね。 あの彼を含めて今回4回転ジャンプを外で日本をやったのは彼とエストニアの男の子だけなんですよ。う,ん、うん、ちょっと残念でしたね。やっぱ4回転と4回転サルコー両方ともまず転倒と。で、トリプルアクセルはね。 あのもうステッピングアウトしてしまったんですべてのジャンプをミスしてしまったという感じになるんですよね。ただこの「ハッピージャズっていう曲ですかねこの曲とてもすてキだなっていうかすごい合ってるなと思いますやっぱりあのスピン終わった後の踊,踊るシーンなんかもすごいこう華やかな感じでハッピーっていうのは感じましたし、うん、だからまあジャンプが決まってくればねやっぱりもっと良くなるかなっていう感じはしますねただ彼は最後一番最後後番ね。 あのー、ちょっとやっぱかなり疲れていた感じがあったんで、まあ、今回かなりしんどかったかもしれませんね、うん、で得点が64.97ポイントで PCS が39.17ポイント持ってきてますだから PCS は高い評価が出てますのでまたジャンプが決まってくればなっていうふうに思いますね、うん、ただね友野君に関しては僕あんまり心配していなくて、あのー、昨シーズンもあんまり最初のほうよくなかったんですよね、うん、それがだん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 シーズンが進んできて、えーまああのー、1位 ショートではね、100点をあの世界正手では超えたと思うんですね。だから、設、ま、定、あ、意味では、まあスロースターターかなと思うんで、も、まあ、このプログラムを滑り込んで、届ときに、まあ、かなりもっといい演技ができると、ジャンプも入ってくると思いますので、まあ、彼はあのジャンプたくさんミスってはいるんですが、あんまり僕は心配していないですね。うん、むしろ、あの今回、その順位は64.97ポイント下がってるんですけど、ただね、 あの他の選手、ロマン・ソドフスキーとかも、韓国のジェン・リーも強いんですけど、ただ、でも80点台だから点差は離れてますが、ただ、まだね、メダルを狙える位置にいるかなと僕は思っています。彼は4回転も2本持ってますからね、あのフリーで。だったら、素敵なあのコウモリを演じてもらって、できれば3位、うん、3位を取ってほしいですね、今回ね。金はまあちょっとやっぱりシェン・リーとロマン・ソドフスキーが80点を超えてるんで。 まあかなりもう20点ぐらいさ離れてるんで、まあ、ちょっと厳しいっていうのはありますけど、ただ、得点とか気にせずですね、やっぱこう長い目で今シーズン見ていくという意味で考えると、まあ、たくさん挑戦して、受信もあのやってほしいですね。まあ、とにかくあの僕はあのコウモリ、コウモリ除曲はすごい楽しみなんで、まあ多分フリーも始まっていっちゃうと思うんで、後で見ていこうかなと思うんですけど、あのまあだから、非常にこのプログラムは素敵だなっていう感じるんで、えっと、うん、まあ、磨いていってほしいなというふうに。 思っています。はい。で、あと、エストニアの男の子は、4回転2本失敗はしまして、点数があんまり出なかったという感じですけどね。ただ、彼も最後点数出た瞬間に、まあ、満足していたんで、まあ、そこは良かったんじゃないかなという感じですね。はい。なんで、友野君ね、まだ逆転のチャンスはありますので、フリーで僕は応援していきたいと思います。はい。というわけで、えっと、男子のショートプログラムは、 えっと、ここで見終わりまして、感想終わりますで。あと女子のショートまだ見てないんで、ちょっとこれから女子のショートを見て、えー、ちょっと遅れちゃいますが、このあと男子フリーを見ていきたいと思っています。ありがとうございました。バイバイ。